ビルイン型店舗の一例フレッシュネスバーガーは、神奈川県横浜市西区に本社を置く、株式会社フレッシュネスが運営する日本のハンバーガーチェーン。大人がくつろげるバーガーカフェをコンセプトとしている。ホッカホッカティンの創業者の一人である、栗原みきよが創業した日本独自のハンバーガーチェーンである。現在は、コロワイトグループでレインズインターナショナルの子会社。 創業者の栗原美希夫は、1974年3月に日本大学生産工学部建築学科を卒業、同年4月に積水ハウスに入社。1979年9月に北海北海ンの創業に参画し、4年間で1000店舗出店を達成した。栗原は1992年にフレッシュネスバーガーを創業し、 同年12月14日に1号店となる富ヶ谷店を開店した。1号店の富ヶ谷店は東京大学駒場キャンパスに隣接する木造1個建ての建物で劇団の稽古場として使われていた物件であった。創業者の栗原がアメリカ視察で見たてシー州の手作りハンバーガー店のイメージに合っているとしてこの物件を機に入り富ヶ谷店を出店した。 富ヶ谷店は創業当時の面影をほぼ残したまま営業を続けている。その後は他店舗展開を目指してフランチャイズ展開を開始し、1995年にフランチャイズ1号店がオープン。翌1996年2月には10店、1998年5月には50店、2000年には100店にまで拡大した。2006年には、 新興証券系列の投資ファンドが筆頭株主となり株式上場を目指した。店舗数はピーク時の2007年3月には192店に達した。しかし急速な店舗網拡大により業績悪化に陥ったため2007年11月にユニマットグループ入りし2009年にはユニマットホールディングの参回入りした。創業者で初代社長となった 栗原美希夫は2012年8月に株式会社フレッシュネスの代表取締役を退任。翌2013年3月にフライドグリーントマト株式会社を設立し、同年4月に株式会社ピーター・パン・コモコ代表取締役社長に就任。2017年8月にはグリーンズ・プラネット・オペレーションズ代表取締役に就任している。 ユニマットグループ入り後は不採算店舗の整理を進め、2013年4月時点では170店舗に減少したが、2015年度の最終利益は赤字となった。翌2016年9月末時点の店舗数は159店となり、うち3分の2が FC 店であった。同社では創業以来、確一的なチェーン店とは異なる手作り感を売りにした。 こだわりのハンバーガーを追求してきたが、高コストによる低収益体質から店舗改装などへの投資が滞っていた。これを克服すべく、2014年頃から新商品の投入や既存店舗のリニューアルを進め、2016年4月にはメニューを改定して一部商品の販売を休止するなどして、効率化と収益力改善に取り組んだ。 2016年10月14日、M&A により事業拡大を図ってきた外食産業大手のコロワイドは、同社の連結市会社で牛角、シャブシャブ温野菜などを運営するレインズインターナショナルが、同年12月1日付で株式会社フレッシュネスを買収することを発表した。これに伴い、同年11月1日付で株式会社フレッシュネスが、 外食事業を会社分割し、新設した株式会社フレッシュネスに事業を継承。同年12月1日付で予定通り、レインズインターナショナルが株式会社フレッシュネスの全株式を取得した。アーリーアメリカン調の店舗が特徴で、店内でもアーリーアメリカン調を意識した木材のテーブルやチェアを使用し、落ち着いた雰囲気を演出している。 駅前よりやや離れた場所に出店していることが多い。メイン業態のフレッシュネスバーガーを日本国内に展開する。また別業態としてニューヨークスタイルのカフェ、フレッシュネスカフェが六本木ヒルズ森タワー49階のアカデミーヒルズ内にある。フレッシュネスバーガー各店で使える電子マネーとしてフレッシュネスカードを発行している。 1000円以上500円単位でチャージでき、チャージ限度額は12000円。入金の際に10%のプレミアがつくキャンペーンを行うこともある。個人情報の登録は不要で、1年間利用がないと残高が無効となる。日本国外では韓国に20店舗を展開していたが、2009年に現地法人が韓国ホリーズコーヒーに売却され、フレッシュバーガーに 社名変更し、2014年現在では韓国で運営中の店舗はない。2007年6月25日には香港1号店が開店した。2014年4月にはミャンマーに初出店。1990年代後半にはスターバックスが上陸し、全店舗で全席禁煙としたことでブランドイメージを高めていた。 公共の場での受動喫煙対策から2000年代には日本の飲食店でも分煙対応が進みつつあり2010年には全国初の受動喫煙防止条例となる神奈川県受動喫煙防止条例が施行され県内では飲食店での禁煙または完全分煙が義務付けられたしかしフレッシュネスバーガーでは2010年代に至るまで 禁煙席は皆無もしくは極小であり、禁煙化が進む中で、スモーキングオーケーという喫煙を歓迎する趣旨の張り紙を堂々と出していた。日本マクドナルドは2014年8月1日をもって国内全店舗での終日全席禁煙化が完了したと発表した。こうした流れの中で、フレッシュネスバーガーでも試行錯誤しながら、分煙対策を進めたことで、 売上が増加したと2014年7月に報道された。しかしその時点でも全店で禁煙ではなく立地に応じて完全禁煙とする店舗、喫煙エリアを設けて分煙する店舗があった。ヘルシー志向を歌いながら禁煙対応が遅れたのはモスバーガーも同様であったがハンバーガーチェーンとしては客単価が高いため顧客の年齢層も高かったことと 日本独自のチェーンであったことも一因であった。一方で、ジャンクフードのイメージが強いマクドナルドの方が、本国アメリカでの強い禁煙志向を受けて、いち早く店舗での禁煙対応が進むこととなった。東京都でも、受動喫煙防止条例が施行された2021年時点でも、フレッシュネスバーガーでは、全店禁煙ではなく、喫煙室を設けて、分煙としている店舗が多数ある。 2000年前後に高級業態として、1950年代のアメリカンダイナーをイメージしたワンズダイナーを展開し、1号店の仙田ヶ谷店をオープン。2号店を横浜ランドマークプラザに出店し、2001年夏には3号店となる大館山店を出店した。2015年には新業態としてクラウンハウスを展開し、同年10月8日に1号店の吉祥寺店を オープン。翌二千十六年六月には、クラウンハウス二号店の館内店をオープンした。素材にこだわった上質なハンバーガーを提供するカフェレストランというコンセプトで、通常のフレッシュネスバーガーとの差別店として、サイドメニューや種類を多く提供していた。ハンバーガー以外の過去の業態メニューの、レイクリスピーチキンバーガーのフライドポテトセット価格帯やコンセプト、 メニュー構成や商品の提供方法や受注調理の導入など先行して開業した日本独自のハンバーガーチェーンであるモスバーガーと同様の特徴があるがより徹底したサービスを提供している。ファストフード系ハンバーガーチェーンは通常商品を作り置きをするのに対しフレッシュネスバーガーはオーダー受注後に調理するため作りたての商品を食べることができる。 店内には各種のシーズニングソルト、マスタードやケチャップ、タバスコ等が自由に使える調味料コーナーが設置されている。ファストフード系、ハンバーガーチェーンでは、ドリンクは通常シコップで提供するが、フレッシュネスバーガーではグラスを使用し、ハンバーガーは10日後に入れて提供する。各種ハンバーガーの中にはスパムを挟んだものも見受けられる。その他、トルティーヤやホットドッグ、 ケーキやマフィンなどがある。サイドメニューはオニオンリング、フライドポテトなど。ポテトは厚切りタイプでファストフード系ハンバーガー店の商品とは一線を隠す。ドリンク類はコーヒー、コーラなどマクドナルドなどのハンバーガーチェーンにあるものに加えビール、ハーブティ、ソーダなど特徴的な商品がありかなり充実している。またジンジャーエールも 独自のジンジャーソースを採用しており、市販のジンジャーエールとは異なっている。2019年9月現在の未進出地域は以下の通り。広島県は一時期店舗がなかったが、2019年9月1日に広島市のグランド広島店オープンをもって再出店した。ありがとうございます。